どうやって人類を救うって言うんだよ。こんな奴がどうやって。エレン、どうしたの？震えて怖いの？はあ、怖くねえし。え、嘘だ、手が震えてるもん。これ寒いんだよ、手がなんかすっげえ寒い。そうなの？僕なんかずっと震えが止まんないんだけど。ほら、エレンって巨人が怖いと思ったことある？普通はみんな巨人が怖いんだよ。僕なんか初めて巨人と対峙した時、全く動けなくなったんだ。でもそんな僕を君は巨人の口から出してくれたんだ。なんで君はあんなことができたの？思い出したんだ、お前が俺に本を見せた時のこと。それまで壁の外のことなんて考えたこともなかったんだ。毎日空か雲を見て過ごしてたっけ。あの時お前の話を聞いてお前の目を見るまでは、お前は楽しそうに夢を見てるのに俺には何もなかった。そこで初めて知ったんだ、俺は不自由なんだって。広い世界の小さな籠で訳の分かんねえ奴らから自由を奪われてる。それが分かった時許せないと思った。なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら、そう、力が湧いてくるんだ。ありがとな、もう大丈夫だ。多分来年の今頃俺たちは海を見ているよ。人と人が違うのはきっとこういう時のためだったんだ。商人が一生かけても取り尽くせないほどの巨大な潮の湖がある。壁の外にあるのは巨人だけじゃないよ。炎の水、氷の大地、砂の雪原、それを見に行くために調査兵団に入ったんだから。あ、そうだったな。まずは海を見に行こうよ。エレンはまだ疑っているんだろ。見てろよ、絶対あるんだから。しょうがねえ、そりゃ実際見るしかねえな。約束だからね、絶対だよ。また二人しかわからない話してる。この壁の中の何倍も広いんだよ。わかってるよ。